ず、あなたはどうしたの？いきなり襲うのではないのね。ごめんなさい。あなたに呼び出してもらえただけでドキドキしてしまって、つい。今の言葉でさらにドキドキさせられてしまったわ。そうね、これだけでもなんだか胸が嬉しさに満たされるけど、あなたの話を聞いたらもっと満たされそうだわ。それでどんな話かしら。私を大事に思ってくれているから、一つずつ丁寧にしっかり積み重ねていきたいということね。ええ、こうして話してくれていることもその一環ね。全面的に賛同するわ。もちろん私にも思うところはあるわ。完全にあなたの考えと同じというわけではない。だけど私に対してひたすら誠実であろうとしてくれている恋人に、してしまったんだもの。もう女としては喜んで全面賛成の意を表するしかないでしょ。ありがとう。だけどね、私の思うところなんて結局は些細な話なの。そういう風に考えてくれるリクが可愛い感じてしまうのは叶わないんだもの。私が可愛いと言ってももう微妙な顔にはならないのね。